イナックス、イナックス、とは、日本の住宅設備のブランド、企業である。床なめの投稿であった、イナ発の進むが、1887年、明治20年頃から、投管の製造を開始する。1921年、大正10年、大倉和地下、大倉桃園創業者の支援により、特命組合イナ製投書を創業し、投管。 ドカンやタイル等の建設用陶器を製造をする。1924年、大正13年2月、法人化され森村グループのタイルメーカーとして、稲製陶器の製造を開始して同じ、森村グループの東洋陶器株式会社、後の都と株式会社と、ライバル関係になる。会社設立時、 初の進む長男の稲長三郎が常務に就任して、以後も稲家が A に関わってきた。1985年、昭和60年4月21日、稲政党株式会社は、コーポレートアイデンティティ、CI を実施して株式会社イナックスに称号を変更する。A 字社名のイナックスの社名はそれまでの稲に未知数などを示す X を付けたものである。同時に、 企業理念、イナックス号制定しロゴマークも一新する。当時は10月20日が、決算期日だったロゴは2004年、平成16年に小変更されている、社名左側の図形部分が横長から縦横同じ、幅になった。2001年、平成13年、アルミサッシなどを手掛ける建材メーカー大手のトステムとの経営統合により、純粋持ち株会社、株式会社、 イナックス・トステム・ホールディングス2004年に株式会社重生活グルーに解消参加の事業会社になりトステムとは住宅設備機器の企画や展開において協業関係になる2006年平成18年1月トステムとの共同ショールームを岐阜市にオープンする2011年4月1日同じ重生活グループのトステム新日系東洋エクステリア リキシル、統合後と同じ名称ながら、グループ内での営業戦略の立案を行っていた、別法人と合併、サンウェーブ工業の開発、管理業務を統合して、新会社、株式会社、リキシル、リクシルとなり、リナックスは同社における製品ブランド名の一つとなる。川本隆一社長は、合併時にリキシルの、社内カンパニー、金属、建材カンパニー社長に就任する。 トイレ、洗面器などの衛生陶器では、トトと同社で日本国内シェアの9割程度を抑える。ただし、シェア比率においては、トトに大きく水をあけられているのが現状である。一方、タイルについては、世界最大のメーカーであり、内装用建材、エコカラットなどの独自商品も発売している。また、トステムと共通製品を出す、ユニットバスについても、 現在20%強のシェア持ち主位である。技術面では抗菌に力を入れ、衛星陶器全製品をハイパーキラミックと称する抗菌仕様に変更した。なお、抗菌については2007年、平成19年に ISO 規格となり、イナ n ク x でも商品展開で強調している。さらに、防音性能を上げるために、プロガードと呼ばれるコーティングも導入され、 住宅用便器や洗面器を中心に採用を広げている。プロガードは他社製のものを含め既存便器、他社防音技術商品を除く洗面器などにも加工が可能である。シャワートイレ一体型、便器、サティスがグッドデザイン金賞を受賞するなど、毎年グッドデザイン賞の常連となっている。2006年、平成18年4月1日には、 住宅用洋風便器に大洗浄6リットルのエコ6トイレを発売。大洗浄8リットルタイプが主力としていたライバルのトトに一歩先行していたが、トトも2006年、平成18年8月にネオレストをモデルチェンジし、6リットル洗浄を実現した。その後、2009年、平成21年4月1日にイナックスがサティスで大洗浄5リットル。 小洗浄4リットルのエコ5を発売すると、トトは2010年、平成22年4月に大洗浄4.8リットルのグリーンマックス4.8シリーズを発売。対するイナックスは2011年、平成23年4月に大洗浄4リットル、小洗い3.3リットルのエコ4をサティスで実現するなど競争が激しい。イナックスは、 環境問題の先進企業としての知名度も高く、日本初の海外も含めたグループ全体での ISO14001 取得や第15回地球環境大賞、環境大臣賞、第4回日本環境経営大賞、環境経営パール大賞を受賞など、社会的にも評価されている。システムキッチンについては年月末をもって取扱いを終了し、 サムウェーブブランドに移行となった。レノについては、同年4月以降もサムウェーブブランドの製品として、引き続き取り扱う。なお、トステムブランドにおいてもシステムキッチンの取り扱いを終了しており、システムキッチンに関しては、サムウェーブブランドに集約された。この節は株式会社、イナックス時代の事業所を示す。経営統合以前は、イナックス出版が、 書籍出版事業として存在していた下記に口述。楽しくご覧になりましたら購読と良いです。クリックしてください。